にゃんにゃん。配信をスタートしました。と共に机の掃除をする。なんか汚い。あ、あ、忘れてた。ミキちゃん、鍋鍋所長、ソニチ、ミツさん、リュウちゃん、小型ペンギンさん、アヤトくん、鍋さん、チョコミン、ありがとう。なんか机にこぼしてるものを拭いてたんよ。それで、あ、夜ご飯さっき記録終了したけど、あ、忘れてたものあったわって今こぼしたもので思い出すという。恥ずかしいですね、拭いてなくてよかった。もう忘れ去ってたもん。鍋さん、ありがとう。鍋鍋所長、みつさん、ソニチ、りゅうちゃん、にしきごいさん、ハンターさん、しるにじぴんさん、祖父さん、ハーマンさん、タラバガニさん、ハンターさん、ゆなさん、モビさん、 KT さん、まこやんさん、ハンターさん、 KT さん、ハーマンさん、モビさん、みつさん、みゃんこ先生。そうだよ、自炊。そうだ、そう、あのさ、命の歌の、そう、ダンベルで愛をもらう企画で、そう、パシちゃんからもらった。私のリアクションがワンコみたいで可愛かった犬、もう嬉しくてもうワンワン言っちゃった。みやこ先生、 KT さん、ハンターさん、ユナさん、ミツさん、ありがとう。ボルツーって何？ボルツー。コウトキさん、アイス、ツーデスさん、サム、マッピーさん、コウさん、ルチくん、マサさん、鈴木秀和さん、結婚は無理です、マサさん、コウイチさん。忘れられたのは、そう、スイカ。スイカ食べたんよ、今日。高一さん、ファイヤーサーフさん、ぼやっきーさん。賢人言葉駅伝の次回予告で泣きよったやん。しかも雨の中、ウケるさあ、なんで。ファイヤーサーフさん、バリーさん、ミツさん、中西さん、ユーマさん、バリーさん、右下牛タンさん、テイカーさん、バリーさん、美咲ちゃん、アイスレモンさん、和彦さん、つぶちゃんの頭年間ビーバースデーみたいなの持ってる。星自身も忘れた頃に。スイカ初も、え、でもね、一回ね、そう、実家で食べたんよね、スイカ確か。でも広島で食べるのは2回目。この前スーパーで今日もまたスーパーで買って食べた。小心さん、ピースさん、予告赤たんすぎて守るようになった、ウケるもう守ってまんざら赤ちゃんもう守ってまんざらでもない赤ちゃん。勇者さん、ありがとう。スイカの種は、え、取る派取る派。種食べれん。種食べれる？種はね、でもね、プッて飛ばせるよ、私。超種飛ばすの得意。スイカの季節になるとね、思い出すんだよね。なんだと思う？サム、ありがとう。ミキヤくん、マシャさん、カーボーさん、マシャさん、ありがとう。今、赤いスイカ甘い。おー、季節回分、季語が入っててポイント高いんじゃない？スイカってどこまで食べるの？カットされとるスイカやからもうあるだけ食べるけど全部食べるけど、ママキモロいんだけど、ママやっほー。
スイカギリギリまで食べたい派。スイカ好き。ママがそのスイカの話を思い出して笑ってるって。じゃあスイカの話してあげるね。今からスイカといえばこの話なんで、ちょっと待って、上まで行くね。マシャさん、レインボー、クジラトさん、アイス。スーパーのスイカの糖度がどんどん上がってて、見かけたら毎回え、ねえ、そうなの？糖度が上がえ、糖度とか書いてあるの？私スイカ好き。果物の中で結構好き。スイカはメロンと同じぐらい好き。クジラトさん、セトカちゃん、もうやっぱ1位は桃かな。桃、1位は桃ですね。私みずみずしいから。梨も好きで、メロン、スイカ。スイカはあとママが好きやけ好きママがスイカ好きやけ好きクジラトさん、セトカさん、モビさん、マシャさん、鈴木秀和さん、タンちゃん、フッチーさん。スイカバーの種すら残す、ちょっと待ってスイカバーの種すら残すのはさ、もうガチですぎる初めて出会ったおもろい、好き。ガーリックジュニアさん、モビさん、鈴木ひねかずさん、ブンちゃん。あ、でもさ、そうだよ、庭に種飛ばすのも得意だったよ。ん？庭に種飛ばしたことあったっけ。タカさん、コウトキさん、ミキヤくん。スイカとメロン好き。あ、ライチか。私か果実のライチ食べたことない。桃が美味しい季節が来るの楽しみ。タンちゃん、ケンタッキーさん。桃のフラペチーノか。確かに毎年そうだよね。スイカ半玉とりあえず食べて。強い強い、私もしてみたい。庭にスイカは、庭には庭に鶏がいる。庭にスイカはないんだけど、サバトラ猫さん、ありがとう。ハリーさん、タカテンガールさん、遠い惑星さん、ありがとう。じゃあスイカの懐かしいエピソードを話すとすると、私中学生の時に超喧嘩してた男の子がいたんですよ。本当にガチ喧嘩ねで、それでちょうどその席が、私がその男の子の前の席で、で給食の時とかってこう机をこう横にずらして半になって食べるじゃないですか。その時その男の子が隣の席だったんですよ、私の。でその日の給食でスイカが出て、まあ黙々と食べるんですよ。黙々と食べてて、でそれでまあスイカ食べよって、こうやって、そしたら種が隣の席の男の子のお盆に乗ってで、それで私はもうハーってなるんですよ。あーってってなって、で私のその前に座ってる男の子は、その男の子はすごいおとなしい男の子だったんですけど、その隣の人と喧嘩してるの知ってるから、あのやばいって分かったんだろうねみたいな顔してきてでそれで、でそれで案の定、まあ隣に喧嘩中の男の子にバレて、お前みたいな感じになってごめんごめんってそれがね、本当にね、私の中でのスイカがあったら絶対この話、この一連を思い出すね。本当にスイカの種を、ほんと気まずいでしょスイカの種を喧嘩中の男の子にそこに飛ばしちゃうっていう話飛ばすわけじゃなかったのにマジでもっと犬猿のなんか、犬猿のなんどんなの、もっと亀裂がね深まりましたね。確かにスイカの種で仲直りできるかなでもその前に育ってた男の子もすごいめっちゃおとなしくて、あんまなんか表情とか一切変えないタイプだったと思うんですよ。でもそれでも私がスイカを飛ばした途端みたいな顔し始めてそれが本当に面白かった。
と気まずかったです、本当に。はあ面白い。あーごめんなさいって思いましたよね、その時。遠い惑星さん、タカさん、ハリーさん、バリーさん、ハリーさん、バリーさん、リノロフィーさん、サバトラ猫、セイ君、キハさん、ソラナルさん、マシャさん、ベニちゃん、エルさん、マス、マルヒノさん、RPG さん、ありがとう、たくさんのアイスとハートやギフティー、ミキヤー君、八方斎さん、マクールさん、ありがとう。いいネタ持ってるね、種だけに。ウケる、いい種、いい種持ってるでしょ。あー面白い、本当に面白い。コミタンさん、ありがとう。もうそれが一番の思い出かな。うん、確かに種武器だったのかな。クジラトさん、チョコミントありがとう。やったね。面白い。うん、ポケットにイン、やばい、それは黙っといた方がいい。私の話は本当にいつも面白くて最高、嬉しいんだけど、そう言ってもらえて。コミタン、八方斎さん、美咲ちゃん、アイスありがとう。まあそれ一番の思い出、本当にスイカといえばこれですね。そんなスイカをね、今日は夜デザートに食べた。でもスイカと写真撮るの忘れちゃった。スイカはやっぱり先っちょが美味しいです。サナワルママさん、ありがとう。喧嘩してんのに、そうなのよ、喧嘩してんのに。喧嘩をね、しているのにもかかわらずやっちまいました。医師さん、かわいい、ありがとう。みゃんこ先生、あわわ、ありがとう。んー、でも私その男のことは仲直りしてない、したんかな、してない、どっちなんだろう、わかんないです。おひさまおじさん、9月も楽しみ作ってくれてサンキュー。え、こちらこそ。何、9月、あーそうね、超楽しみ。馬ひとすじさん、エリーチカちゃん、和也ゆうさん、かわちゃん、ありがとう。チョコミンたち、馬ひとすじさん、ひまわり29さん、ありがとう。ふじうさぎさん、1400回、ありがとう。めっちゃ見ちゃうやん。今その男の子が会場に来てます、だったら感動すぎるでしょ。美咲ちゃん、ありがとう。チョコミン、ハンニバルさん、山丸さん、高文、大熊さん、ハンニバルさん、チョコミンたち、ありがとう。配信見てたらもっとやばいでしょ。配信ってさ、どうなんやろ、ショールームってやっぱ推しがやってるから見るよね。ハニバルさん、ミキヤくん、ありがとう。私もそのオーディションがさ、そのオーディションでショールーム審査とかあるじゃないの、だからそれが気になってショールーム見てたもんな、学生時代は。ケイタさん、ありがとう。チョコミ、この中にいるの、いるわけないじゃん。いないよ。ヤホー、みんなこんばんは。ビロコウさん、あ、やばい、読めない。北進一刀流、北進一刀流免許改伝。アック、ありがとう。チョコミ、ビロコウさん、ありがとう。確かにこっちオタク。ミャンさん、ありがとう。ハート、今いる人はみんな私のことが好きでしょ。お、読めてた。ヤンさん、和彦さん、チョコミ、ありがとう。そう、何番の子気になるとかある。でもさ、
もともとのその同級生の人たちにショールーム見られるの超恥ずかない、ね、今日はどう、何の話、好きで仕方ないです、嬉しい嬉しい、私のこと好きですか、日向坂さんありがとうアイス、お日様おじさんありがとうアイス、本当に一日の疲れを取ってくれる、マジマジで嬉しい、うん、取れてたらよかった、ホグワーツミックス、何ホグワーツミックスって何、言いたいことがあるんだよ、やっぱりこっちは可愛いよ、好き好き大好きやっぱ好き、やっと見つけたお姫様、俺が生まれてきた理由、それはリコチに出会うため、世界、俺と一緒に人生歩もう、世界で一番愛してるエクスパトローナーこういうことですか、てんてんてん、このボケが長いマニョチフフさん、チョコミンありがとう、ビーショッパウスお疲れありがとう、ジャンハッケムさんありがとう、ミキヤくん、岩尾さんありがとう、あ違った、ホグワーツミックス、マルフォイマルフォイって叫ぶの、マルフォイマルフォイ、おひさんおじさんありがとうアイス、言いたいことがあるんだ、マルフォイやっぱりマルフォイマルフォイこういうこと、ヤマピコさん200回ありがとう、お、ルームのフォローありがとうです、そんなあるマルフォイマルフォイコール、サム尊い可愛いありがとうだよ、キョンシーさんチョコミンありがとう、ハンニバルさんトロピカルジュースありがとう、今日も可愛いですか、アッカありがとうチョコミン、今ね目が乾燥してる、なんでフォローしてなかったんだ俺、なんでなの、うんうん、エリーチカちゃんありがとうアイス、いやいやマルフォイマルフォイマルフォイ、あグリフィンドールです、え絶対わかんない、絶対今しょ耳やけど、所長でございますけど、初耳か、初耳初耳、山猫ポーズさんありがとうです、ちょっと初めてだったかも今、確認違う、グリフィンドールじゃないよね、所長は偉い人そうじゃん所長じゃなく初耳、鈴木秀和さん、ハンニバルさん、柳生新陰流さん、やばい読めない、鈴木秀和さん、美咲ちゃん、あスリザリンだ、うんーそうなの、何人だろう、鈴木秀和さんありがとう、あ一日なんとか署長してみたい、警察署長、一日警察署長したい、みんなこんばんは、リサーチャーさんありがとう、おう、うん、野牛新影流にゃにゃと読めないよ、そんなどこの何ネムネムしてる、ハンニバルさんありがとう、ええ駅長もしてみたい、駅長もしたい、なんか眠くなっててちょっとすやです、 DD 撲滅する、ん聞いたことない、何者じゃね、警察官の格好をしてみたい、海上保安庁つぶやいてみようかな、海上保安庁、一日海上保安庁してみたい、でも海上保安庁わかんない、海上保安庁調べるね、
チさん、ありがとう。館長かっこいい、したい。国土海上保安庁、どんな仕事？難しそうだよ。やめとこう。北進一刀流免許改伝さん、高市さん、柳生で大丈夫です。なんかでも前柳生って呼んでたよね。だよね、柳生さんみたいな言ってた気がする。ちょっとおもろい。大丈夫ですか？オリジナリティでいく。高市さんありがとう。ハンニバルさん、三八さん、キャプテンリコーチになりたい。エリーチカちゃんありがとう。アイス海の警察かっこいい。あー、かき氷の店長したい。美咲ちゃん、ミキヤくんありがとう。ブンブンのどのど、ブンブンやってた。ブンブン海猿って何？ニコニコしとけば大丈夫よ。嘘や。ハンニバルさんありがとう。前髪伸びた。そばに、店長してみたい。でも責任があること、取れないよ責任なんて。トトラ、一日サイゼリア店長、まかないまかないお願いします。いいじゃん。伊藤英明さんが映画でやってたのが海猿。いいな、館長とか警察署長とかなりたい。ミツルンハートありがとう。北進一刀流免許改伝さん、ハートアイコン。名前短くつけてあげよう、北さん。勝手に短くしすぎ。シーモンキー、ほーおもちゃ。ハクありがとう。チョコミン、本当に。トリガーさんありがとう。モスバーガーの店長はそんなに大変じゃないよ。なんで？だってモスバーガーのあの秘密のタレを頑張って作ってるんでしょ。モスバーガーの秘密のレシピ。サーティワンの店長いいかも、いいかも。家の近くに海上保安大学があるよ。かっこいい。どんな大学生が通うのかな。一日自宅警備員長なら、何度かやったことあるよ。いいね。おっとっとさん、キハさんありがとう。アイス、いいね。え、でもさ、正直言うとさ、一日家から出ないってさ、割と難しくない？一日アゲハチョウ。ハンニバルさんありがとう。何かしら家から出ないといけない何かが発生するんですよ。家にいたら、あって気づいて、これ買わなきゃとか、そう、ご飯がないとかさ、家の中で一人で敬礼はやばいな。超おもろいじゃん。でしょ？え、余裕？マジ？食料ないもん私。でもわかるよ、私も3日間ぐらい在宅したような気がする。でも何かしら絶対外出るんですよ。スーパーに行くとかさ、実家の時はだいたい家から出んから
私この前の夏休みはだって2日間は家出なかったよ。忙しいの？あらま、いいでしょ、外に出ないと息苦しい。あ、ほんと？確かに、ウーバーイーツすればいいのか。いや、私はウーバーイーツで失敗したことは何度も、いや、特大失敗をしたからね、もう使えないっていう呪いを自分にかけてる。頼むってなったら、人のウーバーイーツのアプリ借りて頼むもん。本当に。でもそれも1回ぐらいしかないけど。そうだよ、失敗だよ。あれはウーバーイーツにハマっていっぱい、ギャオー、いっぱい食べたって話。ヒロさんアイスありがとう。もう気づいたらいっぱいお金を使っていたって話だよ。セルフウーバー。ゆうくん結婚はにょう。ウーバーイーツもしもうめっちゃどこでも届けるって人がいたら、タコベルとピオリンでしょ。送料とか含めたらさ2000円ぐらいかかるよね。だよね。怖い、もう使えないよ。チャリピオリンウーバーしてほしい。タコベルピオリン食べたい。結婚相手に求める一番の条件ありますか？かき氷を毎日何個でも食べてくれる。ピオリン配達して、配達員新幹線の3時間ぐらい。嘘やん、ウケる。送料無料でただは強い。そしちょありがとう。誠さん、たけさん、白熊並みに寒さについて、もう北極。確かに。お腹大丈夫？髪の毛乾かすか。ありますよね、ドラマとかでそういうのシチュエーション。かき氷食べようよ。ピオリンはもう名古屋に行かんと食べれんのやろ。響ちゃんありがとう。ミキヤくんありがとう。レースから離脱つらい。形が崩れる。そうなん、ピオリン大変よ。ピオリン食べたい。今年の目標はピオリンを食べること。ピオリン、ピオリン。夏みかんちゃんありがとう。ちゃんチョコミントちゃん、お腹鍛えとかないとだよ。かき氷はいっぱい食べないと。かき氷で幸せを得てるもん。すごい弱い。なおさん、ケンタッキーさん、ありがとう。甘いものたち。異常に赤いいちごアイス。何それ、異常に赤いの。何も、名古屋行ってみたい。名古屋旅行行ってみたい。かき氷2杯。キューさんハートありがとう。ほら2杯。かき氷、キューさんありがとう。ヒロさんもありがとう。血まびれになんの？へぇー、ほんと？初めて食べたのカフェオレ。へぇー、ノーマルが食べたいね、そんなの。え、くしゃみ出る。キューさん、かわいい、ありがとう。
じゃあ調べてみる私も。赤いアイス。すごい来るね、インパクト。くしゃみが可愛いとは。純一さん、ありがとう。あ、キュース、ありがとう。くしゃみすっきりした。あ、でもそっか、もしかき氷、え、今度さマネネとさ、鬼マネね、鬼マネ、マネネとかき氷行こうねって話をさしちゃうんやけどさ、マネネは本当に胃袋がリスなんですよ。胃袋がスズメの胃袋なんですね。キューさん、チョコミありがとう。けほぼ食べれんと思うけど行こうって話。そういうのいいね、確かに。そしたらほぼ2個分食べれることになる。そうね、トトラありがとう。チョコミさとしさん、ハートありがとう。スズメの胃袋、スズメちゃんよ。さとしさん、ハートありがとう。ねえねえ、8月に入ったらさ、ネイルしよっかな。よくない？ねえ、ユキだよね。なんかみんなさ、ネイル視聴系羨ましくなったんよね。夏っぽいネイルしたい、私も。中一さん、ありがとう。あんかけパスタ？あんかけスーパー？中一さん、ありがとう。ユキさんのネイルすごい。何色のネイル？桃色の片思い。りかこちゃん、ありがとう。かき氷のネイル？なんか調べたらさ、可愛いの出てきそう。ネイルしたい。ヤギちゃん、可愛い、ありがとう。かき氷ネイルってさ、出てくるよ。かわいい。あ、ガチだ。なんか氷、あのお祭りとかに売ってるようなかき氷のコップみたいな。ゆうた、おひさまじさん、じゅういちさん、パウくん、ありがとう。ねえ、絶対かわいいよね。ネイルいいな。かき氷ネイルかわいいな。とかヨーヨーとか花火とかかわいい。いいな。夏だからやっちゃおう。夏だからやっちゃおう。心に溜めてたあれもこれも水着より開放的にサッシャインフリーエンジン。ニャ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 ニ
ネイルを調べてみたけど分かんなくなった。ハリーさん、クジラトさん、ありがとう。音符氷いいね。確かに、え、夏フリ好き。浴衣に合わせるのもいいね。ミキヤくん、ハートありがとう。ごめんね、サマー、まぶしいその横顔を見てたらハートにそっと触れたくなった。僕のいたずら、ごめんね、サマー、まぶしい、ルル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 トリガーさん、サンバチさん、ありがとう。カルコメ、カルコメ、ナナコさん何話してたんだろう。サンバチさん、ポンさん、ミャオさん、ありがとう。ミャ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 、みさきちゃんありがとう。ごめさまのロケ地本当に小豆島、ゴンタさん、ラリンさん、小豆島行きたい。へえ、そっか、お洋服も青だよね。ゴンタさん、ハリーさん、ジャスティン、佐藤さん、かわいい、ありがとう。カントリーロード、エンジェルロードか。いいなぁ、小豆島行きたい。そっか、今日四国の公園だったもんね。レモン隊勝った嬉しい。レモン隊やっぱ強いね。オーリーブやっぱなんかレモンが強いよね。悔しい。もうレモン、レモン、オリーブ、私オリーブ隊初期メンバーだからさ。悔しいよ。オリーブ隊、そう、オリーブ隊1期生だからオリーブ隊1期生だから悔しいな。唇、忍法唇隠し。オリーブ顔とレモン顔があんの？緑っぽいか黄色っぽいか。
がする。鈴木秀和のハートありがとう。って感じか、って感じかってことでしょ。佐藤のんすけさん、しばさん、みきやくん、ありがとう。お礼舞台に帰省。鈴木秀和さん、ありがとう。1期、2期、3期。バリーさん、ありがとう。アイス、チョコミ。僕連覇さん、ハートありがとう。面白い。おお。オリーブ帯買ってほしいな。ちょっと目薬よいしょ。目薬どこあった。あれ、ジェラトさん、トトラ、僕連覇サランさん、ハリーさん、ありがとう。キハさん、バリーさん、ミキヤくん、スメロンさん、アワワのしんち、バリーさん、ハリーさん、まあみんなありがとう。ナベさん、アワワのしんち、クジラトさん、ハリーさん、僕連覇サランさん、バリーさん、ミキヤくん、佐藤のんすけさん、シバさん、みんなありがとう。みんなありがとう。今ね、目がね、乾燥してるの。乾燥したらさ、しばしばしてくるよね、なんかさ。もうぼやけてこん。え？バリーさん、何それ、何それ、何が出てきた。バニラ、バニラ。ハリーさん、ありがとう。ハリー、ありがとう。クジラトさん、トトラン、ポクレンパサランさんも、ハリーさん、クジラトさん、ありがとう。バニラが出てきた。ちょっと、前髪が
雲って感じ。ありがとうバリーさん、ありがとうね。確かにいいね。お渡し会どんな風に。はいどうぞこうだよ。嬉しい、待ってるね池袋。会えると佐藤さん、かわいい。ありがとう、これペコリンちゃん。でもずっとシバシバする、なんでなんだろう。ドライアイなのかな。お、もうぬいぐるみたちさ、本当に大変そう。大変でしょこのぬいぐるみたち、ここにいるの。投げつけかい写真集投げつけるのね、肘さ怪我したんだよね、超痛いの。肘超痛い。うん、肘さ傷ができたの。え、めっちゃ乾く目。鈴木清高さん、響さん、ありがとう。肘が痛いんや。そう、切り傷みたいな。ハーマンさんありがとう。なんか知らぬ間にできてた傷、気づいたらめっちゃ痛いやつ気づいたらめっちゃ痛くなってくるやつ。涙が出てるみたい。それめっちゃ痛い。あ、かまいたちだったの。お役目で。わかんない、お役目中でも。でも昨日はあれつけてた、絆創膏。今日は外したら痛かったけど、そのまんま。めんどくさいけ。あくびとドライアイ、あくびと目薬で目が。目が涙出てる人みたいになった。そうね、自然治癒で。そう、自然治癒がさいいよね。私も信じてる。超絶可愛い。気づいたらめっちゃ痛い、いつの間にか傷だったいいじゃん。生たまごっちさん、アイスありがとう。潤ってきたけどしばしばする。あなたを思うその度なんだか切なくて、ドゥ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 。人は生まれて何回の出会いがあるの、今度こそ運命だなんていつも信じて、それでもなぜかすれ違って傷ついて、絶対恋なんかするもんかとあれから決めていたのに。エリーチカちゃん、ミサキちゃん、タカチョさんありがとう。確かにメールも送らないと。
誕生日もクリスマスもバレンタインでも少しでも強せるそう、一人でも過ごせる強さよ、ようやく身につけたはず。今何通目？4。今ね、探してるんだけどさ、出てこないんだね、探し物は何ですか、見つけにくいものですか。ちょっとうん、振り返ってみて。めっちゃ振り返ってるじゃん。あれ？どこ？いつ？いやいや、絶対あるはずなのに。なんかね、その証拠を今ね出そうとしてるの。出てこない。
出てきた。戦おう。トトラーハニバルさん、モッズさん、ありがとう。生ハゲさん、トニさん、戦おう。あやかちゃん、ありがとう。え、かわいいかき氷かな。生ハゲさん、さとともさん、あやかちゃん、はるるんさん、リキさん、マックスさん、ありがとう。確かにチョコミントだ。確かになんかさ、あれ生地感があるなと思ったよ、チョコミントね。わかる、映画みたいだよね、ミュージックビデオ。みさきちゃん、たかちょさん、りいちかちゃん、ありがとう。アイス、いいな、私もアイス食べちゃい、チョコミント食べたい。トトラハンニバルさん、モーツさん、ありがとう。探し物は何ですか。チョコミント食べた。私はじゃあ次食べるかき氷決めようかな。でもそのそれよりメール送んないと、メール送ん、メール送んないと。まずは戦うのよ。スモモミルクかな今のところ、か白桃とスモモの合いがけか。ハンニバルさん、勇気、ゴミゴミ、かわいい、ありがとう。鍋さん、モッツさん、でもマンゴーまた食べたい。クニちゃん、ありがとう。いいね、公園、公園、やっぱ広島で公演が行われる際はぜひだよ。スイカ杏仁もいいんだよな。クニちゃん、バリーさん、ありがとう。いいね、確かに抹茶白玉金時も美味しそうだし、青メロンクリームも美味しそうよ。食べたことあるわ。食べたことあったわって言われたら結構全部食べたことあるにゃー。なんだかんだ雪帽子とか、スペシャル生メロンヨーグルト去年食べれたよ。ニョッキンミルンさん、ありがとう。これは1日だけの限定？ん？1日10食だけの限定だからね。クニちゃん、バリーさん、ニョッキンミルンさん、ありがとう。あ、いいね、ポスターの写真も撮れるなんて素晴らしい。もう平日って人少ないかな、そんな気がする。やばい、メール送んないと。誰か載せてないかなって調べてたけど、かき氷のそのポスターの写真いなかった。そうなの。すごいね、多いんだ。何それ、痛いそう、痛そう、歯が折れた。ニョッキンミルンさん、ありがとう。チョコミント
タカチョさんもチョコミントありがとう。そう、もうね認知されてるんだ。いまさかのまさかの認知されてないと思ってね、いつも食べに行ってたけど認知されてた。ゴミゴミかわいい、ありがとう。そっちかい。夏の大三角形さん、ありがとう。私に会えるかなと思った、残念。エリーチカちゃん、ありがとう。チョコミ、ねえ、どんなメール、どの写真にしよう。これにしよう。まだこれ使ってなかった。僕も認知してかき氷食べに行かな。どういうこと？私からってこと？かき氷食べにいっぱい行ったら絶対覚えられるよ絶対。 DJ さん、おひさまじさん、ありがとう。もうすっぴんとかで行くの申し訳ないわ。もうそれぐらい居心地が良いんですよ。雪女受ける。え、もう雪女2回目。いやいや、早まるの。 DJ さん、おひさまおじさん、ハンニバルさん、ありがとう。私って顔、次、今送ったメールさ、すごい表情筋だったよ。やばい、何もないよ。タカチョさん、タニアンさん、ユッキミルさん、ミサキちゃん、写真が
写真が、あ、パジャマで歯磨き写真好きでした。送ってない写真あったかも。ショットは天才だからにゃ。後でカラオケしよう。急な宣言。急な宣言ですが、後でカラオケしよう。今から歌う曲は気づいたら片思いにしよう。気に入ってるのだったらまた送ってもいいの？本当に？バリーさん、タカチョさん、タニアンさん、ニョッキンミルンさん、さきちゃん、ありがとう。気づいたら片思い歌っちゃおドラストだから。
なったでしょ。はい、遅れた。うんとこしょっと。トトラありがとう。カズさんいいねありがとう。シンプルに佐々木さん、チョコミンありがとう。ねえ、ここがかゆい。なんか赤くなってる。噛まれたんかな。なれなりさん、松さん、ハンニバルさん、かわいい。松さん、ウケる。カラオケ配信する。松さん、カズさんお疲れ、回復薬もありがとう。松さん、人部屋さんだ。ニョッキンミルンさん、キツネさんありがとう。ミオさん、松さん、最推しさん、夏フリーいいね。最推しさん、バリーさん、ありがとう。ソファーね、ちゃんと、そう、今日整えたんよ。ソファーの上。たかちゃん、鴨の橋さん、400回目に来てくれてありがとう。じゃあ自由にね、歌っちゃおう。じゃあなんでこんなにもぶつかりやすいんだ。自由に。いさおちお疲れ、お疲れ。どっこいしょ。いさおちかわいいもありがとう。リノロフィーさん、アイス3色ありがとう。信号機だ。じゃあ歌っちゃう。ごまちゃんピンチ、危ない。この子小町って名前覚えて。キーん、キー、助かった。え、ありがとう、優しい。シュキッ、シュキメロいいね。夏曲だ、ラブだ、ラブ。はい、取っちゃった。気づいたら片思い、いつの間にか好きだった、あなたを思うその唯一の
った。聞いてくださりありがとうございます。切ない。切ない、切なくなってきちゃった。褒めてくれてありがとう。あ、そうなんだ、ライブでもあんまり聞けないんだ。確かにね、ホリメンいないし、割とさ初期の曲ってしなくない？例えば走れバイシクルしてくれたことある？最近あるか、ある、あるか、え、ある、そのバスラ以外で。キュンキュンします。やった。初期曲ないよね、ないよね、あんま初期曲あんまないよね。おいでシャンプー、ぐるぐるかっては割とするけどあんまないイメージ。エリーチカちゃん、池様ありがとう、聞いてくれて。香港さん、池様、ピースケさん、なんかもうちょっと私韓国アイドルみたいな歌い方ができるようになりたい。なんかリョーチェーみたいな何わかる、なんか韓国アイドルってすごいさハイニャーチェーハンニャンチャンニャンみたいな、わかりますか。アババのシンチ、バリーさん、ハルルンさん、チーさん、カズさん、わかる、なんかこんな感じなの。とりあえずピースケさん、アイルトン、佐藤さんね、わかんない、なんかハンニャンチャンチャンワンニャンタンワンニャン、わかる。クジラトさん、ハルルンさん、トトラ、ハルルンさん、クジラトさん、カズさん、バリーさん、ミラボたくさんありがとう。トトラ、カズさん、キハさん、サトシさん、ヒトブヨさん、ピースケさん、アッくん、なんとなくわかるそう、なんかチャーンニャーンみたいな、なんかはいにゃーん、わかんないわかんない。アババのしんち、クジラトさん、カズさん、ピースケさん、カズさん、なんかあの歌番組で男性のアイドルの方なんだけど、日本人のそのアイドルの人と韓国のアイドルの人が歌ってたんよ。その時に韓国のアイドルの人の歌い方がすごいハイニャンそれで、あ、いい、こんな歌い方ができたらいいのではって思って、そう、なんか何だったかな、チャーンみたいな、こんな感じの歌だったんだよ、分かんない、何だったかな、誰か知らないですけど、山猫坊主さん、ミラボありがとう、松さんもミラボありがとう、たくさんありがとう、オットットさん、トトラ、バリーさんありがとうございます、トトラ、オットットさん、サム、バリーさん、ミラボありがとうございます、レンミラ、レンミラボ、マツさん、ハンニバルさん、アバマのセンチ、あ、単語と単語をつなげるような歌い方、あ、そういうことか、マツさん、クジラトさん、オットットさん、にゃーみたいな、ホンコンさん、トトラ、マツさん、ありがとうございます、聞いてくれて。あー、いいね、バレッタ、池様、バレッタとかしてくれた最近、カッキーよね、バレッタって、どうだっけ、ピースケさん、アンリカさん、ミヤちゃん、ニョッキンミルンさん、マチさん、ニャーって感じ、とにかく、アミヤさん、ピースケさん、クニちゃん、ありがとう、じゃあバレッタで、じゃあやってみるわ、ニャーな感じで、バレッタっていい歌よ。大熊猫さん、小川端さん、ありがとう。落ちたんやけど、カラオケって落ちやすいよね。ああ、そうなんだ、そっか、落ちたけど行くよ、ただいま落ちた、ただいま、でもすぐ生き返れて嬉しい。あ、可愛い顔だった、よかった、ただいま、歌うよ。バレた君の髪、大きな蝶
映るようにしたけど、新一くんさんパチパチありがとう。スナーメイキちゃんバリーさんカズさん俊敏なメキチさんトトラーハヤトさんカズさんチョコモさんクジラトさんミーさんカズさん嬉しい。みんな盛り上げ上手。スナーバリーさんクジラトさん響きちゃんキハさんカズさんトトラークジラトさんバリーさんバケハくんうまありがとう。バリーさんクジラトさんカズさんキハさんヨニゲメタルさんカズさん、トートラー、テイカーさん、もうミオナがもう連れ去られて助けに来たぞって先輩たちがかっこよすぎるでしょ。キャーでも結構怖いミュージックビデオだけどね。女の子たちがマネキンにされちゃう。クジラドさん、テイカーさん、トートラー、でもセンス良くない？めちゃめちゃそのドラマなんかさ、ミュージックビデオってさマジセンス悪くない？しかもバレッタ、その歌詞の内容に内容とはまた別のなんか世界のそのドラマじゃん。歌詞がさ、なんか歌詞はなんかもっと恋の歌だけどさ、そうでもさミュージックビデオはまた違くて、でもそれがまたストーリーがさ、そのメンバーたちに合ってていいよね。バリーさん、おひさまおじさん、小川たんさん、クジラたさん、トトラありがとう。電波大丈夫だった？私がね止まっちゃったの。え、急な土砂降りだって。広島大丈夫？広島大丈夫？明日雨降る。困った。サムありがとうと、かわいいありがとう。バリーさんチョコミン、シラスさんチョコミン、チョコモさんストロベリーありがとう。ね、そうだよ、バレッタは髪の毛止めるやつだよ。じゃあ次はふふ梅雨明けてニョッキンミルンさん、バラありがとう。ゴミゴミかわいい、ありがとう。ぷふ
喜び。サイつっちゃった。ときときめきめきでした。夏だね。アイルさん、佐藤さん、かわいい、ありがとう。奈良助さん、福ちゃんち、音符。ハルルンさん、迷い神押しさん、音符。山猫坊主さん、ミラボ、ありがとう。ハルルンさん、奈良助さん、シンプルに佐々木さん、クジラトさん、奈良助さん、福ちゃんち。あー面白い、楽しい。うん、そうなん、奈良助さん、ふくちゃんち、ハルルン、のろすけさん、キハさん、クジラトさん、ふくちゃんち、スノウ、クジラトさん、お役目お疲れ様、癒してあげる。バリーさん、まゆゆ神押しさん、ふくちゃんち、バリーさん、あ、夏のフリーエンドイージー歌わなきゃ。バリーさん、ぼやっきーさん、ふくちゃんち、ひびきさん、ぼやっきーさん、ふくちゃんち、ミラボ、しらすさん、ミラボ、
リコチコンコ、マユユさん、マユ神推しさんね、バリーさん、クジラトさん、マリーさん、コンコン、スノー、バリーさん、キハさん、マツさん、ミラボ、コンコン、アック、夏振りしよう、スパニッシュギター、へえ、いい、気持ちあれ、テラララー、コンコン、3期曲、うん、コンコン、ありがとう、うわーってなるよね、マサオさん、バラ、ありがとう、うん、まだ会社に残ってるリコチニエス、二人で頑張ろうね、うん、エッサ、ホイサ、エッサ、ホイサ、マスノリさん、ありがとう、チョコミ、じゃあラジオにもぴったりなカラオケ配信しよう、アイルトン、佐藤さん、かわいい、ありがとう、モロスケさん、クちゃん、アニョンアニョンニー、あ、いいよ、3番目の風も歌おう、太陽ノックも歌おう、じゃあまずは夏振り、サンシャインフリーエンイージートゥルトゥトゥルトゥ、この楽曲はさ、エサホイさん、ヤキミルンさん、ウズちゃん、ありがとうね、ね、
さん、バリーさん、イサオチ、ツーデスさん、イサオチ、もうありがとう、たくさん。馬の被り物ね、それだ、マジそれ。あとなんだっけ、筆、筆、梅の、う、馬の被り物、あとなんだっけ、マジ大好きなんだけど、え、飲も飲も。あー、光合成希望も歌いたい。あ、ほ、他の味も、水飲んじゃった、喋りながら。やばい、17分間いいね。やばい、てつさん200回見に来てくれてありがとう。佐藤のんすけさん、にょっきんみるんさん、てんてー、オフショアガールいいね。光合成希望も歌いたい、てんてー。じゃあまずは、じゃあこれでマイアンが筆かで、アスカちゃんが馬の被り物か。 AK ビューさん、いやそれは一人でミャンマーのヒット祈願、なんかもうテンションがみたいな、みたいな、めっちゃ好きなんやけど。ダイランさん、 AK ブルーさん、ねえ、ほんと。じゃあまあこれで、私はじゃあこの歌を最後まで無表情で歌い切ります。じゃあなんか唐揚げじゃないけどアイスでも持ちながら歌おうかな。おお、いいね。え、コンチリ T シャツありがとう、イサオチ。じゃあ絶対顔変わんないから見てて、いくよ。大丈夫、ほっといて、私なら平気よ。ねえ、他もないような噂がどう。やりそうだ。
あれあれ無表情で歌えたけど、なんかコメントとかでみんながだーとかやってるし、なんかずっと笑わそうとしてたし、あーしかも一人で笑っちゃったし、楽しい。これは唐揚げの代わり。本当は唐揚げ姉妹が唐揚げをこうやって持って歌ったりしてるよね。歌ってるじゃん。 それの代わりだった。あー面白い、あー面白かった。イサオチ響さん生きてる、みんなの耳生きてる。え、ちなみに私の端末生きてる。そう、日傘のタッキーさん、カズさん、うまありがとう。焼きそばパン、ライスカレー、たくあん、なんだ、バリーさん、ボヤッキーさん、ノロスケさん、台湾からの徳ですさん、福ちゃんち、ノロスケさん、コチカソソスさん、イサオチ、タカタカタカさん、福ちゃんち、ミラボ、スノー、ベスティーさん、クジラツさん、タカタカタカさん、ミツル、ミラボ、コチカソソスさん、タカタカタカさん、ミャンさん、ズーデさん、スノー、福ちゃんち、イサオチ、ノロスケさん、クジラトさん、ふぅ、ノロスケさん、福ちゃんち、クジラトさん、夜逃げメタルさん、パウク、ズーデさん、クジラトさん、日傘のタッキーさん、マイエオ、QM オンリーさん、パウク、イサオチ、ダイアンさん、ありがとう。あー、いいですね、ダンケシェン、いいですね。から揚げ、イエイ。フライドチキンか、そっかそっかそっか。あー、せっかちなカタツムリもいいですね。ロマンティックイカ焼きもいいっすね。ソウシさん、ありがとう。 I love you and help your day well. Thank you. Thank you. これしかないよ。大丈夫、マジダンケシェン気持ちよね。モチキューさん、ありがとう。ソウシさん、ありがとう。いくよ、
創造ダンス、創作ダンス。確かにミラボが太陽みたい。痛いじゃない、歌いたい。痛い、やばい。何が痛い？前髪が変。ゆうまさんありがとう。いさおち、ゆうまさん、モッズさん、たかさん、のろすけさん、みんな聞いてくれてありがとう。かずさん、ミラボありがとう。のろすけさん、しーめんさん、はるるんさん、ふくちゃんち、のろすけさん、かずさん、ミラボありがとう。たかたかたかさん、つーでさん、モッズさん、はるるんさん、シーメンさん、ユーキャンスマイルさん、めっちゃ素敵な名前。あれ、なんかあっけ、お、ソファーからウサハナ出てきた。ハルルンさん、フクちゃんち、キハさん、ツーです。マツさん、ミラボありがとう。ハルルンさん、フクちゃんち、ミラボありがとう。たくさんありがとう、ツーです。ハルルンさん、ノロスケさん、山猫坊主さん、ミラボありがとう。ハルルンさん、ツーです。ふくちゃんち、ミラボ、バリーさんもミラボ、まあ、ありがとう。いさおち、ずーです、バリーさん、まつさん、サム、たやさん、あきさん、にょっきーみるんさん、たやさん、はるるんさん、まつのりさん、しーめんさん、ずーです、のろすけさん、はるるんさん、サム、しーめんさん、のろすけさん、はるるんさん、ずーです、まつさん、ミラボ、ふくちゃんち、おんぷ、ずーです、まことさん、いさおち、バリーさん、テイカーさん、ありがとう。たくさんのちゃんち、マイルサービス、あ、シンガウトいいね、そうです、モチキューさん、ありがとう。マリッカ聞くけ、困った時は魔法の言葉変身。みんなのリクエスト歌いたいけど、私多分上手に歌えない気がする。タッキーさん、新聞記者のトメさん、ミャンコ先生、あーいいね。アイルトの佐藤さん、かわいい、ありがとう。ユーマさん、ありがとう。じゃあ、さっきからずっともらってたリクエストに答える。なんかいいよ。文福茶釜も好きよ。文福茶釜、あ、街が乱反射しているよ。もう君は影に隠れてても、誰かにすぐ見つかるだろう。
これさ、なんかさ、特にいいのがさ、なんかフロントもさ、またいいよね。私の覚えだと、いこまちゃん。じゃあもうちょっとオタクで話すとすると、いこまちゃん、なあちゃん、で、いくちゃんなんよ。そのなんか、ちょっとフラッシュで可愛いコンビで、ななみんとまいやんなんよ。あ、ちょっと左右分からんけどね。なんかそこがさ、なんかさ、食べたけ、ななみんこっち。まあいいや。で、なんかそこがさ、なんかさ、大人新名みたいな感じで、なんか生駒ちゃん支えてるみたいな感じ。はい、ラブ。オタク！イサオチ、ストロベリーありがとう。なんかそれが本当にいい。いや、なんかさ、こういうの好き、私。ポジション。ポジションのやつめっちゃ好き。ラブすぎる、本当に。ハロー、みんな。イサオチ、ありがとう。ストロベリー。タカチョさん。パチパチ。カズさん、音符。サムも音符。ね。ノロスケさん、ズーデッソ。モッズさん。ノロスケさん。あ、背中かゆ。モッズさん。ノロスケさん、ズーデッソ。もうみんなありがとう。ミツルも。スノーも。福ちゃんちもみんなありがとう。青春ソングだよね、わかる。福ちゃんち、ツーです。クジラズさん、イサオチ、クジラズさん、ツーです。セイヤ、せっせっせいや、ツーです。福ちゃんち、ノロスケさん、キハさん、イサオチ、ミキアユーさん、ムハンマド、フェアレオアウフェリーズ、ニャンニャン、ありがとう、みんな。あー、楽しいわね。新聞記者のトメヤさん、チョコミありがとう。もうね、好きすぎますね。じゃあこれ、ポジショントーク、歌、しっかり歌います。Happy if you are loving this eyes, sing out.
白すぎて見渡せない、青空はどこまで続くのか、水平線のその向こうは晴れてるのか、それとも土砂降りの雨か。ここにいない誰かのために今何ができるのだろう、みんなが思えたらいい。自分の幸せを少しずつ分け合えば笑顔は広がる。この想い届け
く聞かせてくれるね。嘘よき。カズさんパチパチありがとう。あーいいっすね。私本当にこの歌好き。はあ。カズさん守りたいこの笑顔ありがとう。守ってなんだ今の。エンリさん、ジェフリーさんありがとう。カズさんパチパチ。今日で二十歳になりました。おたけパおしさん、あーお誕生日おめでとう。おーい、かわいい。いいね、お誕生日おめでとう。成人式私が保護者に保護者として行くね。いや楽しい、マジで聞いてくれてありがとう。ズーデスさん、ハリーさん、ペンライト色いいね。イサオチ、カズさん、キハさん、タカさん、カジラトさん、カズさん、ニョキミルンさん、モーズさん、カズさん、ノロスケさん、モーズさん、タカユキさん、かわいいありがとう。チャーミーさん、タカタカタカさん、イサオチ、クジラトさん、カズさん、モーズさん、ノロスケさん、楽しいね。バリーさん、タカタカタカさん、カズさん、クジラトさん、もうさソロダンスももう見えるよね。マジ好き。ミツルン、カズさん、タカさん、あー楽しい。イサオチ、ミラボーありがとう。ズーデスさん、タカタカタカさん、ヨシさん、クジラトさん、ズーデスさん、カズさん、ミツルン、ズーデスさん、クジラトさん、もうみんなたくさんありがとう。タヤさん、フクちゃん、ズーデスさん、キハさん、テイカーさん、あー君に叱られたいいっすね。バリーさん、ズーデスさん、いや君に叱られたはもうカズミ好き。カズさん、ミツルンさん、バリーさん、さん、ズーデスさん、イサオチありがとう。てかロキチさん700回ぐらい見てくれてたよね。それでイエーイロキチってなった。あーいいっすね。ニョッキンミルンさん、でも私この歌歌ったら次は絶対これなの、だからこれを聞いて。なになに、スパークで初生リコチありがとう、嬉しい。リコに叱られた。本当フィンガースクロスでもいいよね。わかる。ちょっと前髪大丈夫、生きて生きて、いくよ。だ
て誰だってあるだろうよ。不意に気づいたら泣いてること、理由なんて何も思い当たらずに涙がこぼれる。それはそばにいるそばにいる誰かのせい。言葉を交わしていなくても心が勝手に共鳴する。大気だよねこれ。あーバカリズムさんおもろい、まあ、絶対笑っちゃうよね。あー面白い。このね歌は本当に私と深いね、意味がもう深いね、深い深い深いなのよ。あーにやけちゃった。やった感出てた。マジマジ深いの。そうありがとう、超好き。この歌はインチョン空港でもだえながら聴いた曲ですね。カンピロバクターにやられてフィリピンの留学先のフィリピンで食べた鶏肉、1週間後にカンピロバクターで発症するんですよ。そのカンピロバクターにやられてインチョン空港でもだえ苦しんでいた時に、その朝あの公開されたミュージックビデオなんですよ。最高でしたね。カンピロバクターです、マジで。これはカンピロバクターカンピロバクター新聞記者の智也さん、マジでそう、マジです、マジでもだえつつ聞いた。マジ感動したよねこの歌聞いて。アイルトン佐藤さんかわいい、ありがとう。ハヤトさん、タカさん、アイルトン佐藤さんありがとう。シンクロよもう本当に。モッズさん音符、ミケウさん、タカさん、ツーデッサ、あー本当に懐かしい思い出。クジラトさん、キハさん、もうね大丈夫だったよカンピロバクター、すぐな治った。カズさん、タカタカタカさん、ツーデッサ、てかあっという間すぎ。カンピロバクター、ツーデッサ、ヒデさん、ワッシーさん、え、もし地球が丸いの、ララ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 、トゥグドゥドゥ、マジで私さそこら辺マジ全盛期だ。タカタカタカさん、私のそのずっと全盛期だけど、特になんかもう暇さえあれば乃木坂さんだったわ。のろすけさん、ズーです、キアさん、ハヤトさん、ズーです、イサオチ、バリーさん、ミラーボールありがとう、ミツルン、バリーさん、藤原さん、ズーです、クジラトさん、ハヤトさん、イサオチ、ズーですね。このセトリーっすね。バリーさん、レコタいいね。バリーさんありがとう、 Thank you。カンピロバクター、うん、きつらかったよ。付属する思い出よ、ほんと。スイカといえば、隣の席の喧嘩中の男の子にスイカの種を飛ばしてしまい、もう恋じゃないよ。わざとじゃないよ。で、もっと怒らせてしまう。スイカはそれ。え、月の種なの？次何がいいかな。歌えないかもしんない。スイカの種の話好きって言ってもらえて嬉しい、本当に。狙ってないよ本当に、マジで。そう急に飛んだ、お前怒られた。僕の衝動、歌えるかな。最後の決めポーズならいけるよ。ここまでずっと乃木坂さんの歌だ。
今息止めちゃってた。でもすごいよね、いっぱい曲がある。じゃあこれで。うわ全部いいじゃん、全部いいじゃん。
礼しました。いや私さこれのさ台湾だったかな、台湾のさライブでさファンの方がさあのサプライズでさフライヤーピッてめっちゃいいよねあれ。え、マジで？そうなの？ひなちま、ひなちまじゃない。次の駅で降りよう。ルルルルルルル関係ないだって。北野ひな子ちゃんね。お日様おじさん、せいや、せいや。フッキーさんマジ好き、マジで大好きこの歌。モッズさん、これいいよね。のろすけさん、マスノリさん、モッツさん、のろすけさん、キハさん、全部歌いたい、歌すぎる。でももっと練習して歌いたい。みつる、ミラボありがとう。コンペイトーさん、バリーさん、ユウマさん、ニョッキンミルンさん、イサオチ、みつるんさん、スノー、のろすけさん、キハさん、みつる、サム、バリーさん、朝日なぐ懐かしいね。マジ好きだったよ。みんなありがとう。せいや、ほんと？じゃあ日常いけるかな。あー自己中もいいね。日常あれ日常って出てこないんだけど、ある、入ってる。じゃあ自己中、自己中ね。私このミュージックビデオ好き。日常行きたかった。うおーサビのコンパス、キャッ坂を
好き、この歌。リコチューでした。リコチューでいく？今更だけどさ、唇に色塗ってみよう。終わった。リコチュー、リコチューいいね。みんなリコチューで乗ってくれて嬉しい。カズさん、かわいい、ありがとう。ミネマルさん、ありがとう。アイルトン佐藤さん、かわいい、ありがとう。ミネマルさん、ありがとう。フッキーさん、ホーチ、喜多方ラーメンの日。何、どんなラーメンなの。美味しそう、喜び多そうそのまんま。アイルトン佐藤さん、かわいい、ありがとう。モーツさん、ね、楽しい。ハルルンさん、ワッシーさん、モーツさん、ハルルンさん、リコチュー、ハルルンさん、タカチョさん、キアーザ、クジラトさん、ハルルンさん、オイルサーディンさん喜び多そう。リコチューだよ。スノーありがとう。ハルルンさん、ね、なんかこの後 MV 見まくりたくなってきた。ハルルンさん、キアーザ、ワッシーさん、ケンタッキーさん、ありがとう。え、日常入ってなかった？日常で入ってないの。ふさん、あっくん、ありがとう。言霊法いいね。リコチすごい。え、なんで嬉しい。なさん、ありがちな恋愛ね。ありがちな恋愛な、その結末はいつも同じで。よきみるさん、ありがとう。なんくん、ありがとう。りかこちゃん、せいや、よっきんみるんさん、あー、いいっすね。しっとりしっとりしよう。なんかもうちょっとちゃんと歌えるようにね、ちょっと練習してくる。みんなからリクエストしてもらったやつ。あー、13日の金曜日とかめっちゃいいじゃん。あ、え、ほんと？うん、じゃあこっちで。いや、逆でいこう。狼に口笛を。え、いいじゃん。色の日
歌詞がいいっすね。これもうさ、すっごい寒いバスラ思い出す。行ってないよ、行ったことないけど、映像とか。命は美しい、初めて気づいた日から、全てのその悲しみ消えてゆく。踊ってるつもりだよ。決めてみたよ。楽しいよ。ありがとう、付き合ってくれて。ありがとう。決めてみたよ。やばいね、もう11時51分。もう乃木坂の歌で締めるしかないじゃん。わー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 、やばいよ、泣いちゃう。ドリームコーさん、モーツさん、バリーさん、ヒデさん、ホーチー、モーツさん、ツーデスさん、バリーさん、もうみんな楽しみ、ほんと楽しませてくれてありがとう。アキさん、モーツさん、ノラスケさん、キアさん、ツーデスさん、モーツさん、ハリーさん、ミラボタクさん、ありがとう。もう大量だよ。リコちゃん、美しいでした。バリーさん、ツーデスさん、ニョッキーミレンさん、タカチョさん、ツーデスさん、キアさん、ツーデスさん、ありがとう。ハリーさん、ミラポー。ハスキーボイスちょっと憧れてる。ハスキーっぽい？嬉しい。ヒデさん、キアさん、ドリームコーさん、ドリームゴーさん、レオンさん、イサオチ、サム、タヤさん、ハリーさん、ミラボ、たくさんありがとう。いやー、カラオケ行きたくなるね。でもまださ、歌いたいよ。たくさん知らない曲？よかった。バリーさん、アイスありがとう。セイヤさん、まだ最後じゃない。佐藤のんすけさん、ありがとう。アイルと佐藤さん、かわいい、ありがとう。まだ最後の歌じゃない。バリーさん、パチパチありがとう。まだちょっと最後まであれする。次はさっき切ってた。でもこれ歌ったらちょっとしっとりしちゃうかも。でもさ、サイスラブめっちゃ好き。そんな配信してる。あ、確かにめっちゃ嬉しい。See you.
がとうございます。じゃあね、やばい、もうダジョの方読んじゃう。じゃあこの歌をバックグラウンドに。けけみんなのギフトはもう心で読んでます。39位、エリーチカちゃん、セイヤさん、ヨッキンミルムさん、コンコンさん。いや、どこだよ私。え、っていうもんね、せーの、えい、えい、おーやっしー。 10%